よう気流さ、客が来てるぞ。あんたを探してる。客？道島組か。いや、立花不動産の人間って言ってる。一応あんたのことは知らねえって言っといたけど。そうか、すまん。そいつは今どこにいる？公園の出口に車止めてる。気になるなら行ってみな。よう、桐生君。小田、あんたが迎えの人間か。まあね。昨夜はゆっくり寝られたか？寒かったろう。いや、いい宿が見つかったんでな。それより立花は？社長は今あるところでお前を待っている。あるところ？どこだ？実はお前もよく知ってる場所だけど、ま、行ってみてのお楽しみだ。もう準備できてるなら車に乗ってくれ。いいか？ああ、頼む。よし、それじゃあ早速出発だ。今んとこつけられたりはしてねえようだな。公園に野宿までして隠れてたんだ。少しぐらいゆっくりさせてもらおうさ。それで今から行くのは新しい隠れ家ってことか？いや、そういうわけじゃない。堂島組がカムロ町中に目光らせている限り、あんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまう。だから社長は堂島組の動きを抑えるために手を打ってるとこだ。どういうことだ？今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ。俺たちもそこに向かってる。だからどこなんだ？言わなくてもお前にはそろそろわかる。やっとわかったか。東条会本部。何の真似だ、小田。社長は今東条会のトップにあんたのこと掛け合ってる。堂島組の動きを押さえつけるにはそのさらに上の極道になしつけるしかないってさ。待て、東条会は立花不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか？立花もあんたも俺も全員殺されるぞ。何考えてんだ？社長もそのくらい分かってるよ。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。先に降りてくれ。社長のいる場所に案内されるはずだ。何でも無茶だ。社長は賞賛があってここにいるわけだが、危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。ビジネスにはリスクがつきものでね。けどあんたもうちの社員なら社長を信じろ。今度から何かするときはもっと早く教えろ。しっかり頼むぜ、桐生君。